動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。やっぱ下を見ますね。上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにと言いますけど、最近は下を向いて歩きますね。気持ちが暗くなってるわけじゃなくて、なんか餌落ちてねえかなと。僕じゃないですよ、僕じゃなくて、ヤスですよ。日本ヤモリのヤスの餌が落ちてねえかなと思って、ちっちゃいミミズとかさ、ミルワームみたいなやつも食うのかなと思って、今週末ぐらいにはミルワームを買いに行こうかななんて思ってる次第でございますよ。で、無駄にコオロギたちはでっかくなるしさ、ヤスも食ってんのか食ってねえのかよくわかんないっていう、そういう感じになってますから、なんか餌とかも改善しなきゃいけないのかなとか思ったりするわけでございましてですね、ちょっと、下を向いて歩いてるわけですよ。かといってもずっと下向いて、見つけたところでさ、わーいたっつって、なんかしゃがみ込んで虫捕まえてたら変なやつだと思われますから、捕まえづらいんですけど、だからやっぱりその世間にはコオロギを売ってたりとかしてお金になったりするわけなんですよね。コオロギの販売をしているアマゾンなんかで見てみるとさ、試着もなく、よく届きましたみたいなレビューがありますね。試着っていうのは、死んで作って書く試着ですよ。その餌っていうのは生きてないといけないわけですから、生き餌ですからね。生き餌が死んでたら意味がないので、試着してましたっていうことになると価値がないわけなので、そういうのがないって聞いて、へーって、すごいちゃんと梱包してるんだな、どうやって輸送してんだろうなとかって考えますけどね。ただ値段が1300円もするから、50匹で1300円もするから、じゃあ拾いに行った方がいいなっていう感じになっちゃうよね。そんな感じで、おりますよ。さあ、そんなことございまして、日々家族増えた、家族と一緒に過ごしております。ただヤス動いてないけど生きてんのかね。はい、ということで今日のニュースでございます。先日というか、行きました、今年行った、かなり衝撃を受けました、油壺の続報でございます。京急油壺温泉キャンプパーク、来年から油壺水族館、今年なくなりましたけども、そのあと何ができるのかなということで、宿泊施設ができるっていうのは聞いてたんですけども、どうやら、決まったというか、早いですね、早い、なんか決まるのが早いなと思いましたけど、読んでいきたいと思いますけども、京急油壺温泉キャンプパークというアカウントが出ておりまして、その、アカウントがですね、ツイートしておりました。京急油壺温泉キャンプパーク、1月の24日月曜日、京急油壺マリンパーク跡地に面影そのままにオープンしますというところです。だから何も変わってないですよね、ほとんどっていうか、なんかこうバチャンって全部潰して、そんで新しくいろいろ作り直すのかなと思ったら、ほとんどなんか残してるみたいですね。ちょっと読んでいきましょうか。このホームページが今できておりますので、そのホームページの内容を読んでいきたいと思いますが、海という人、富士山を望む絶景キャンプパーク。富士山見えた、知らなかった、その全然 見てなかったんだけど、都心からアクセス抜群、電車バスご利用でエコなお手軽キャンプ、当時の面影をそのままに、京急油壺マリンパーク跡地に誕生、美肌の湯として知られる天然温泉油壺温泉も隣接。海と夕日と富士山が同時に楽しめる唯一無二の絶景、隣接施設には美肌効果の高い天然温泉で身も心も癒される。ここ神奈川県三浦市、油壺は都心からわずか1時間余り、仕事終わりにそのまま電車バスでエコなお手軽キャンプにも最適です。また日中は公園として気ままに園内の散策やアクティビティを楽しむことができますということ書いておりますですね。だから温泉ができるってとこですね。横にある駐車場、駐車場はね、そのまま皆さん、使ってたと思いますけども、中入ると一番最初に見えてくるのが、ゲートですね。ゲートの奥入って右側にありますのが
まあ、炊事場というか、もともとはレストランでしたけども、ここが炊事場だったり一時避難場所っていうことになるみたいですね。で、奥真ん中ら辺が、もう遊具とか全部取っ払ってバーベキュー場になって、で、その奥、まあ、三浦自然館はそのままあるみたいですね。その三浦市の自然だったりとか、神奈川県内のそのおそらくまだ展示も魚とかしてるのかもしれないですね。そこは水族館の名残があるみたいですけども、で奥、さらに奥に行きますと、オートキャンプサイト、オートキャンプサイトだから、そのなんだろう、オートキャンプサイトってなんだろうね。まあいいや、これは多分バイクとかでしょうね。でその奥にキャンプサイトで普通のキャンプができるところで、さらに奥に行くと潮風校舎、まあ、展望台がある、ところですね。でさらに奥に行くと、ドッグラン、ドッグランは前からありました。で一番奥にね、モンゴルサイトって言うと、このモンゴルサイトってなんだろうと思って、モンゴルサイトちょっと見てみたんですけども、どうやらねポニーがいるみたい。ポニーとかあと馬車に乗ったりして、なんか子供が喜ぶみたいな、そういうところですね。20分で1500円、高いね。でポニーと遊んだりできますよっていう、そういう施設らしいんですけどもね。まあなんかね、まあ、正直ふーんふーんって感じですね。っていうのもね、こういう施設っていっぱいあるんですよね。キャンピングパーク、キャンプパーク、世間で、まあ、キャンプブームが起きてるので、キャンプ場っていうのが今すごいいろんなところに出てるんですけども、なんか過疎地域の町おこしみたいな感じでキャンプ場を作るんですけども、大体こんな感じなんですよね。だからなんかね、この先続けることができるのかどうかって考えると、なんか続けらんないんじゃねえかなっていうそんな気もしなくはないんですよね。だからその町にとって水族館がなくなるっていうことをちゃんと考えてんのかな。その水族館がなくなったことと、そのキャンプ場がなんかどうでもいいようなキャンプ場、まあどうでもいいって言っちゃいけないですけどね、いい場所かもしれませんから、わかりませんけども、キャンプ場ができることと水族館がなくなることってちゃんと天秤にかけて考えたのかな。まあね、あの京急の、その収益によるっちゃよるんですけども、なんかそういうところをしっかり考えてくれなかったのかなっていうふうにも思いますし、まあまあ生まれ変わったんだったらね、温泉ぐらい入りに行ってもいいんじゃねえかなと思いますけども、まあ温泉もねいっぱいありますからね、世の中どんな場所にも。まあだからキャンプする場所が増えるのはね、キャンパーにはいいかもしれないんですけど水族館残しててほしかったな。なんかそのね、えそんなになんか金もかけてないですし、キャンプ場もね、水族館残しててほしかったななんて私は思います。ってことでございまして、今日のお話は京急油壺温泉キャンプパーク跡地にできたよ、っていうかできるよ1月24日